はい、皆様こんにちは。私一人だけになりました、ついに。はい、ということでここでスペシャル素敵なゲストがいらしたようです。はい、日本を代表するスーパーニートファさんに来ていただきました。皆さん拍手。やったー。この辺がいいですかね。はい、はい、ということで本日は日本を代表するスーパーニートファさんに来ていただきました。あ、はい、ファと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今からですねニート特番が始まりましたんですけれどもいいんですかニート特番で。もうあんまり商業と関係ない感じになりますかねということで、はい、どうしましょうかね。早速、うん、皆様まずファさんが一体どういう方かということを聞きたいんじゃないかと思ってるんですけど。そうですね、みんななんかあんまりよく分かってないと思う、分からないと思うんですけど、はい、まあ、ニートというか、まあ、あんまり働くのが好きではなくてもうできたら毎日寝て過ごしたいなと思っていて、まあ、でまあ毎日ブラブラしている感じなんですけども、でもまあちょっとそれでブログ書いたりとかしてまして、はい、でまあ最近去年ちょっとまあ毎日のんびり過ごしてもいいんじゃないかみたいな本を出したりして、最近ちょこちょこそういうなんかやることをやったりしてちょっと収入があったりするんですけども、でもまあ基本的には毎日家でゴロゴロしているという、まあ、そういう人間です。はい、それを皆さんニートと言うんやでと書いてあります。その通りでございますね。それいいですかね。はい、はい、ということでファさんはごめんなさい、PHA でファということなんですけれども、それどういう由来なんですかね。はい、いやなんかあんまり意味ないんですけど、はい、なんとなくファっていう語感で決めたという、なんとなく決める人が多いですねこの場ではそうなんですね、ファですね、 PHA でファですね。まあ、最初なんかブログ作るときに ID が必要で、まあ、短いのがいいだろうと思って3文字ぐらいで、なんか語感も良くて短くてみたいなんでそれでつけたんですけども、なんかそれがそのうちもう名前になってしまったという。こういうブログもやられているんですか。ブログも、はい、やってます。どう、ファの日記とかですか。ファの日記というやつで、はい、どれくらい見られてるんですかね。どうですかね、一月に10万ページビューとか、まあ、それぐらいだったりするんですが、はあ、あんまりめんどくさいので書かないんですけど更新したいのでめんどくさいんですかね。そうか、そうですね、たまに気が向いた時に書いたりとか。はあ、はあ、ツイッターもやられてるんですか。ツイッターも PHA でやってます。 PHA ファでやってるんですね。はい、あ、ファの日記クリックすると開くと、はい、紹介が出てますね。はい、将棋ウォーズも PHA のだけですけどやってます。将棋ウォーズもファさんでやられてると、はい、ファさんどうなんですかね。将棋ウォーズの方は、将棋ウォーズ面白いですよねありがとうございますはい、これは将棋ウォーズでかなりやられてる感じですかね。え、何ですか。あ、将棋ウォーズかなりやられてる感じなんですか。結構やってますね。はい、まあ、なんか多分将棋ウォーズなかったらそんなに将棋やってなかったと思いますね。あ、そうなんです。普通にやるんだったら地味だけどなんか派手だからとっつきやすいなみたいなんでやり始めたので。なるほど、という感じなんですね。ちなみにこの後どういうふうに会話を進めるか特に考えていなかったのですけど、はい、ここで、ニコ生アンケートってできますかね。お、どうですか。アンケートをしてみましょう。できるんですね。アンケートということでアンケートをお願いしてみたんですけどいかがでしょうか。これなんか見たことのある、これそうですね、有名なアンケートですね前回はどれぐらいでしたっけ。まあかなりニートの方が多かったんですけど、うん、多かったですね、あの時見てましたよ。いやでもあれは、うん、あの流れだともうみんなニートって答えざるを得ないようなどうなんですかね、はい、私はニートですみたいな。今回もどうなんですかね。どうなんですかね。これ皆さん本当に真剣に答えていただいて、うん、2択しかないですけどはい、じゃあちょっと結果とかはどうなるんですかね。ニートの方多いですかね。これ実際にどうなんですかね。いやこれはやっぱりなんかニートって答えたくなりますよね。ニートじゃなくてもそうかそうか、わかんないですけど本当にニートなのかも。やっぱ将棋好きはニートが多いってあるのかな。そうですね、ちょっとなんかつぶやきを見てしまったんでちょっと
はい、残してきてデータを持ってきたんですけど、パソコンの方ってつなげられますか？これですね、こう、これですね、ここか。こう有名な格言がありまして、まあ、ファさんの格言ですね。無職と将棋の相性は最高だと思うという。はい。これどういう心持ちなんですかね。いや最高じゃないですかね。なんかそのもうなんかお金使わなくても時間を無限になんか潰せるというか、確かに将棋見てれば飽きないというか。確かに将棋は確かかなりお金かからなくて、かからないですよね、はい、なんかその自分で指すとかでもなんか将棋オーズとか400円ぐらいでいくらでも指せるし、はい、そうですね、なんかであの図書館とか行ったら将棋の本とかいっぱいあるから、はあ、もう本読んだり将棋世界とか読んでたらなんかいかない。皆さん将棋世界買ってくださいよ。あとあの試合とか見るのも、はい、なんか日本将棋連盟モバイルとかあるじゃないですか。ありますね。あれとかやったらもう400円ぐらいで、まあ、いくらでも見るものがあって、毎日なんかすごい白熱する試合が見れるとか、そうですね、もうそんなあればもう1000円ちょっともあればもうなんか時間を潰しまくれる。確かに将棋オーズやってる人7割はニートという統計を取れましたし、ほぼ皆さん無職とニートということなんでしょうかね。うん。はい、ということでした。ね、なんとここで著名なニート研究の方からちょっと今回あのお話がありまして、これあれですね、竹俣紅ちゃんがですね、ファさんの著作ニートの歩き方ですね、いやこれを読んでちょっと研究をしたそうなんですよね。いやこれかなり、ベニーさんはかなりこう著名なニート研究家で、この間もニートがどのような感じなのかみたいな調査がかかったんですけど、その放送見られました？あ、ニコ生ですよね。そうですね、あ、それの時見てました。いきなり何言うんだよこの人はとか思いましたね。何言うんだやっぱこうその時ももちろんちゃんとニートだって、もちろんやりましたね。じゃあやっぱり合ってるんじゃないですか。もうあれはもう、あ、はい、ニートです、すみません紅様みたいな感じだね。そんな感じでした。あっという間でしたからね。いやだって紅ちゃんが帰った後放送ガクッと落ちましたね。視聴者でしたね。あ、著作上に著者があるのでぜひ皆さんクリックしてください。まあ、私もちょっと読んで楽しかったですね。本当ですか。なんかすごい適当なことが書いてありましてですね、はい、なんか世の中みんな責任を追求することばかりじゃないかみたいなこと書いてありまして、もう全部天狗のせいにすればいいじゃんみたいなことが書いてある本ですね。そうそう。もう天狗の仕業じゃって言っておけば、もうなんかね、誰が悪いとかそういうね悪者探しするよりもそんなんで流してしまった方がいいんじゃないかって思うんですよ。そうですね。軽い感じでした。はい、まあ確かにそうですね。ということでさらにですね、この紅様から、メールが来てましてですね、これちょっと私まだちゃんと読んでないんですけど、ちょっと映りますかね。これちょっとじゃあ私が読み上げますか。ごめんなさい、紅ちゃんじゃなくて皆さん本当ごめんなさい、男で申し訳ないです。ファ様はじめまして、ニートの歩き方拝読させていただきました。ファさんへの私の印象は、うまく自分の才能を開花させたタナボタニートということでしょうか。本にありましたニートチェックをしたところ、私は4つ該当しましたのでニートの才能はないようです、かっこ笑い。あのチェックシートは面白いのですね。ところでご自分を動物に例えるとどのようなイメージだと思われますか。ちなみに勝手に3択にさせていただきました。リスナーの皆さんもどうぞ。1番からいきますね。ファさんを動物に例えると、1番怠け者、2番パンダの着ぐるみを着た狼、3番ブタさん。以上です。竹俣は紅と結ばれております。これ皆様も1番2番3番押していただいて、1番怠け者、2番パンダの着ぐるみを見た狼、3番ブタさんという紅様からのありがたいご選択でした。これはどちらを選ばれますかね。これは
3番と答えたいところですけど、まあ、はい、1番じゃないですかね。なるほど、まあ、3番の方多そうですね。こう3番とやっぱ答えたいですよねこの豚目って言われたいですよねダメですよ、あんまりそういうこと言ったらはい、なるほど、そうか、呼ばれたかったんですね。まあ、ちなみに皆さん、これなんか一応ニコ生とか出てこないですかね。ちょっとお願いしていいですか。アンケート、アンケート、 ありがとうございます。これ皆さんぜひ押してください。ちなみにベニちゃんはなんでこんなに、あ、なんでこんなにニート好きなんですかね。あ、なんか学校で調べてるとか、ね、そうですよね、社会研究みたいな話で。うん、最近そんなんやるんですね。これから大事なんですかね、ニートを占める社会の問題っていうのが。うん、まあ、まだなんかベニちゃんとかそんな年代の人はあんまりもう知らなくていい知らなくていや、まあ大事だけど、まあまあ僕の言うこととかまだ聞かなくてもちょっと、もうちょっとなんか年取ってちょっと人生疲れたなっていうぐらいで、ちょっとまあニートがどうとか考えてもいいと思うけど、まだまだなんかもう、あ、出ましたね出ましたね、豚さんですね大体あ、豚と呼ばれたいんですかね皆様。なるほどね、はい、まだまだそういう時期じゃないって。でもこう究極的っていうか、どんどんこうコンピューターが発展したりとか、グローバリゼーションみたいなことになって、働く量みたいなのって減っていくわけじゃないですか。そうですよね。そうなるとやっぱりこう、まあ働かない人、働けない人の割合って増えていくと思うんですよね。そうなった時ってやっぱ今後どうなるとかはお考えありますかね。やっぱりそんなになんか働かなくても、そんなにお金使わなくても、ちょっとのんびりとなんか時間を過ごす技術みたいなのが大事になってくると思うんですよね。それで退屈しないというか、まあ、ネット見てたりとか、もう将棋ボーズやってれば幸せだみたいな、やっぱそういうのが大事、まあ、趣味というか、そういう時代になってくるんじゃないですかね。まあ、そうですよね。だってニコニコ、うん、見ているまさにニコニコとかはまさにネット、お金を使わない典型的娯楽なわけですよね。まあ、もちろん500円付き払いますけど、うん、でもそれぐらいじゃないですか。で将棋ウォーズも400円か350円ぐらいじゃないですか、うんうんうん、でも2000円あったら1ヶ月楽しく生きていけるぐらいな。そうですよね。もう そういうなんかもう低コストで幸せっていう時代になってくるんじゃないかと思ってるんですけどね。なるほど、そうなんですね。ということでした。